です。よし、ドウイドです。プレミアリーグ第2節ざっくりまとめ。現在がですね、チェルシー対トッテナムの試合が終わった直後に撮っているんです。すなわちですね、マンデーナイトのリバプール VS クリスタルパレス、こちらの試合はですね、ざっくりまとめには今回入らないよと申し訳ございませんけれども、残念といろいろ今後の、プレミアリーグの動向を見えてきたのか見えてきてないのか、わかりませんがやっていきましょう。レッツゴー。まずはですね、ババン、アーセナル対レスター、4対2アーセナル勝利ということで、もうこの試合は彼を語らずにはいられないんじゃないかと、2ゴール2アシストと、はい、やってくれました。全得点に絡む大活躍でございますよ。まずは1点目、足元に入ったジェズス、何をするのか、結構八方塞がり、うん、この状況であそこにループを叩き込む芸術点が高すぎます。そしてまたも2点目、はい、コーナーキック、はい、マルティネリのゴールをですね、バーディーが反らして、うん、ファーにいたジェズスが頭で詰め、うん、2点目を挙げると。他にも素晴らしい選手いたんですけれども、この活躍されちゃうそれはガブリエル・ジェズスだよねと。ちょっと右に出るものいないっすね。いないっすね、これはね。1試合4ゴールに絡んだのはですね、アーセナルの選手でいうと2016年のサンチェス以来と、これ以来の記録で、ウェストハム戦で、ね、確か3ゴールアシストした試合があったんですけれども、うん、それ以来の大活躍でございます。はい、ちなみにですけれどもね、インタビューでですね、はい、アルテタはですね、ギャビーの実力は知っていると、うん、2得点2アシストしたが、彼は4得点するべきだったと考えていて、まだがっかりしている。それが彼の基準でありメンタリティであるよと言ったところで大絶賛しています、うちのボス。ただ実際に、はい、あと2点取れたってエヴァンスの、うん、背負ってからのターンのシーンです。ラムズデールからポンとワンパスあって、上に跳ねて寄せるエヴァンスをかわして1対1、相手にね、うん、ブロックされてシュート打てなかったんですけれども、うん、これ決まったらマジでシーズンベストあっただろうっていう。あとですね、あのファーで、はい、ちょっと押し込めばってところは若干ね浮いて難しいんですけれども、あのシーン決められなかったんですけれども、スコアスコアでは 8.9 と、オンターゲット3本、うん、オフターゲット4本おい、ビッグチャンスミス2。欲張りだなぁ。それで2ゴール2アシストだから、ハマればどんなことになってたんだろうっていう話ですよ。宇宙っすね。マジで宇宙。他にもですね、ジェズスが凄すぎただけで、はい、彼らにも注目していただきたい隠れ化け物、まずはマルティネリ。おぉ。いやー、リーグ戦3戦連発でございます。開幕戦決めて、うん、かつですね、最終節、うん、昨シーズンの最終節も決めているので、3戦連発でございますよ。なるほど。まずですね、点以外でもこの試合ドリドリブルで、うん、もう鋭さ見せまくり、まずロストしないどころか、うん、相手のフォファナを完全に優位に立つと。いやー、もうカードも出させて、うん、完全にマウント取ってましたね。完全にマウント取ってましたよ、うん、っていうレベルでですね、ゴールシーン、はい、あれジェズスからのパスで、うん、左足で逆足であの隅に決めていくと。そう、追いつかれた直後だったからね。そうなんですよ。いわゆる朝のちょっと理不尽っぽい、そうそうそう、ゴールでしたもんね。確かに確かに、うん、かマルティーレそういうスコアラーではない気がしますけれども、うんうん、ということでこちらご覧ください、ババンと、はい、はい、そうですね、エバートン戦、昨シーズンの最後のエバートン戦以降、プレシーズンマッチ含めて彼出場した試合で、全部 G か A に絡んでるんですよ。8試合連続ゴール関与中仕上がってるってことで仕上がってるじゃないですか、仕上がりって言葉じゃあの捉えきれないマジで今季マルティネリとんでもないことになるんじゃないかと。なるほどね。そう、うん、っていうレベルの活躍しまして、こちらマルティネリもね、ちょっと絶対触れなければならないんじゃないかなと。あとはですね、ジャカはい、はい、今宵は特にアタッキングな場面で躍動しまして、これね、昨シーズンの説まとめてもやったんですけど、改めて2ボラでのヒートアップこんな感じ、はいはいはい、今回のヒートアップこんな感じ、はい、もう IH です。もうすごいですね。 IH どころじゃないですよ。前半早々のねチャンスシーン覚えてますかね、坂の、ふんわりしたクラスに大詰め、ファーの大詰めでヘディングしたのはジャカでしたね、うん、ジャカってね、あのカット熱くなるところあるんですけれども、はい、基本的に頭がいい選手であるんですよ。そうですね、うん、なんでビビったらポジション修正であったりとか、欲しい位置、ここだったらボールもらえるなっていう位置に常にジャカがいるので、意外とマジで IH でジャカじゃねえだろっていうふうに思ってるかもしれませんけれども、結構触ってるなっていうのが印象なんですよね。あ、最後にね、触れたいところがあるんですけれども、ちょっとこの試合はですね、ほんと試合巧者だったなっていう、アーサルが。はい、サリバのオウンゴールの後にすぐさま得点、うん、そうね、はい、こちらがジャカのゴールで、はい、そしてマディソンゴラストの後、うん、すぐさま得点、はい、といったところでですね、このなんていうんでしょう、ちょっとヒヤッとした中でもすぐに突き放す、うん、これはいい戦い方ですよ。
いやー本当にね、タイミングがタイミングだったら、うん、もっと押し込まれて、そうそうそう、あわや引き分けとかもそうそうそうあったかもしれないからね。あった中で、うん、本当に心をある種ちょっと穏やかに過ごしたんじゃないかなと、うんうん、あとはですね、サリバのオンゴールの後、はい、本当エミレーツがサリバに対して拍手で包まれたと、うん、こういったところもまたチーム状況、クラブ状況の良さが今のチームには出ているんじゃないかなと、はい、かつですね、途中投入勢の豪華さもあるんじゃないかなっていう、うん、冨安、ティアニ、エンケティア、スミスローが入ってきたんですよ。冨安もね、ここにしてやっと復帰ということで、はいはい、まあ、なかなかね、そういうシーンはなかったですけれども、別、うん、に考えたら、サブからこういうのが出てくるわけで、うん、いや、強くなった。いいスカットが、真面目なチームになったんじゃないかということでですね、本当に仕上がりきったアーセル2連勝でございます。ジェズスはもうちょっと俺がジェズスしまいいや、もうさすがです。よしよしよしと。いや、ところでこちら、アーセル対レッサーでございました。続きましてですね、シティ対ボーマス。うん、よろしくお願いします。ということで、結果はね、はい、4対0、完勝ということで、はい、こちらもアーセルと同様、はい、ホーム開幕戦でございましたね。はい、なるほど。まあ、ボーマスは前節ね、ヴィラに完封勝利をした、うん。そうなんですよ。っていうところもあって、奇妙な怖さはあったんですけど、はい、まあ、ここは難なく王者、はい、スイープしましたね。はい、もう完璧ですね。完璧でしたね。はい、そして今日の主役はこの人。はい、誰ですか？ケビン・デブライネでしょうね。まあね、あのジェズスが 8.、はい、なんぼ 8.9 でした 8.9 でしたら、はい、こちらのデブライネ、はい、9.5 かー 1G1A だったけどかキーパスも5本、はい、まあドリブル成功速4分の4、グランドビルドも6分の5だったりもうまあバケモンで無敵無敵ですね。まあパス成功率もこのポジションを務めながら、はい、47分の46成功率 98% よくわからんっすよくわからんっす。得点シーン、はい、あの2点目ですね、はい、ショートカウンター気味だったんですけども、はい、フォーデンから受けた球を、はい、何するかと思いきや自らアウトサイド、これですよ。まあ最後まで多分ハーランド見てたと思うんですよね、はい、どうするか、うん、デブライン自身も結構悩んでたと思うんですけど、はい、まあ、その場の発想、はい、そうなんですよね、まあ、うん、で勝負ありかなと思って、うん、おとりになったハーランド君、はい、ちょっと面白いスタッツがございますが、はい、パス成功率がデブライネをしのぶ 100% だったと、はい、あらすごくないですか。すごっ、すごいじゃん。完璧じゃないですか。じゃあ何本通したの。うん、2本74分間のプレーでパス成功数2本、2分の2シティでないボールタッチも8回 8? 初タッチが、はい、あのアシストしたシーンですね。あ、あれ初タッチなんだ。まあ、持ち前の体育を生かして、はいはい、あのポストプレー、いや、さすがだなと。そうだ、ね、ああいうのも欲しかったと思う。待ってたやつだね。なかなかで、ね、あれできる人いないと思います。いないっすよ、背負いながら完璧な落とし。いや、本当にね、うん、ただボーマスもね、だいぶタイトに中絞ってやってましたから、はいはい、ハーランドね、はい、まあ、むやみやたらに動き回って、うんうんうん、まあ触ったらいろいろバランスが崩れるかもしんないしっていうところで、やっぱいかにボールが来た時に違いを作れるか、うんうんうん、いや2本で1個アシストつけてるっていうのもなんかすごいですね。さすがだな。コスパいいっすね。すごい、サッカーいいっすね。いや本当に素晴らしい、ね、そういう一面も見れた、うん、いいとこだったのかなと思いました、はいはい、ここでクイズです、はい、まずこちらの2つのヒートマップご覧ください。はい、はい、はあ、どっちがカイル・ウォーカーでしょうまあ、冷静に読めたら、もうサイド職人。そう。サイドのサイドバック。うん。で、カンセラー中絞る。うん。どがめでもね、サイドに赤い方がウォーカーでしょう。と思うやんか。うん。こっちでしたー。これ、よ以前からね、こう中に絞ってっていうプレーはあったかと思いますが、なんか、やたら、はい、今シーズンは顕著だなと、いや、そうだね、思いますね。まあ、1点目のね、うん、まあ、あの、ギュンダンがゴール決めたシーンも、うん、まあ、ウォーカーの、まあ、縦パスからっていうところだったので、ほんと、アンカーじみたプレー、うんうん、まあ、配球も素晴らしいと思いますし、はいはい、新たな戦術だな、もう、ウォーカーがとうとう真ん中いる時代。いや、やっぱ今年はウォーカーの年かもしれん。シティはね、毎年なんか、そうね、ね、新戦術のお披露目会があるから、ヒーローが変わりますからね、そうね。今年はそんなウォーカーにも注目してみたい。はい、いかがでしょうか。はい、はい、ということでですね、続きまして、ブレントフォード VS マンチェスターユナイテッド。はい、4対0、ブレントフォード完勝。でございます。ユナイテッド大敗と、はい、こちら1992年以来、うん、1992年の8月21日以来の、うん、テーブルで最下位と順位表ですね。確かに見たことねえもん。まあ1
点目はまあデヘアのミス。うん、まあ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 。ありますけれども、2点目ですね。やっぱ触れたいのは、これね、つなぎの面で、奪われて、そのままシュートってシーンだったんですけれども、これ直前に同じ形だったんですよね。そうね、あわやっていう、そう。ところがあっての、はい。これでしたから。3点目。これもう、なんでしょう、高さで振られて、ベンミーがゴールと。そして、なんといっても4点目ですよ。はい。これがとんでもない！これ、マジでうまかった。1本のパス、ロングパスを、トニーがそのままそのままダイレクトで中にクロス、これを拾ったエンベウモがしっかり、プレスを、避けながらめちゃくちゃ素早い見事なシュート、これはね、ユナイテッド側とかどうこうじゃないです、あれは理不尽です。マンチェスターユナイテッド相手に前半で、4点を取ったチームはですね、トッテナム、リバプールに続いてブレントフォードが3チーム目だと。いやー、意外なところから来ましたよ。結構やっぱブレントフォード、アンドレアシ、完成度、その5バックで引きながら、攻守への切り替えの速度、半端じゃなかったです、ブレントフォード。いや、出来はすごく良かったと思います。ということで、ユナイテッドですね。まあ、いろいろ触れるところはあると思います。気になったところで言うと、はい、やっぱり先ほど触れたところで、あ、そのつなぎのシーンかなっていうふうにちょっと思いまして、はい、こちらですね、テンハグの試合後のね、インタビューもあったんですけれども、はい、後ろからが、のつなぎが難しかったらもっと直線的によりスピーディーに前に、送らなければならなかったよと、ただそれができなかったんだぜっていうようなね、話をしてたわけでございます、はい、まあそれは結構見てて、まあ、納得できるなと。一回やったじゃないですか直前に、はいはいはい、でもこうまた似たような形で、あれもエリクセン完全にはめられたというか、そうですね、なかなか苦しい状況だったんで、こう試合内での修正っていうところが、ちょっとこうどうなんだろうみたいな。ミスしてもなお続けるって勇気だったりは、いいところはあると思うんですよね。その哲学というか、そういうところで、まあ、言うても2節なんで、はいはい、やっぱりこの、で、2試合目じゃないですか、なんで、まあ、これからという意味で、こだわるっていうのは、めちゃくちゃ大事。わかると思うんですよ、なんですけれども、ここでちょっとやっぱり、まあ、純粋にとはいえ、ねえ、失点は減らしたいわけじゃないですか。そうですよね。そういうところの修正が試合内でなかなか行われてないなっていう。あとはですね、まあ、前節に続いて、また言います。まだ2節！はい。はい。はい、で、移籍市場も空いているわけでございます。もう、いじろうといえば、いかようにいじれると。僕的に言うと、まずはこのアンカー、はい、3列目、プレスかわしながら散らせるミッドフィルダー、はい、ここがいいんじゃねえかなっていう話をもう何億回目でしょうかと、まあ、皆さんもね、まあ重々分かってるとは思うんですよね。そう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 なんですけど、ね、やっぱり順序的にはここが先決ですかね。まあね、エリクセン、ではないような気はするしね。そうそう、バランがね、後半から出て、はい、リサンドロ・マルティネス下がったじゃないですか、リサンドロ・マルティネスアンカーとかもしかしたら次見れるかもなっていう。そうね、ちょっとだいぶ前半で変わっちゃったからね。そうそうそう、中盤1個上げてっていうのも見てみたかったね、あとはまあアタッカーの部分であったり、あとは右サイドバック、ここもちょっと気になりますか。多いって多いかもしれませんけれども、ちょっとここでね、どういう変化つけてくるのか、さすがに1週間で来て、リバプール戦、次リバプール戦なんですけれども、スタメンでね、新勢力投入というのは難しいと思いますけれども、どういじってくるのか、まあ、テンハグの物語ね、まだまだ始まったばっかりですよ、ユナイテッドは我慢の時ね、続くかもしれませんが、ここどうなってくるのか、ちょっとまた事実もさらに楽しみなんですが、楽しみかどうか一旦置いといて、まあ、興味深さはありますか。そうですね、何が起こるか、見てみよう。続きましてですね、ブライトン VS ニューカッスル。はい、はい、こちらでございます。三笘、はい、この試合ね、三笘がデビューです。74分ですね、トロサールに代わって投入されました。はい、わずか15分のプレーですけれども、評価点 7.2 ですよ。そう、これね、スタメンデータ、マカリスター、はい、フェルトマンに次いで3番目なんですよね、これなんですよ。あそこにトリッピアのあの1対1、はい、完全に割ってって、1回フェイントで相手の足揃えさせて、一気に加速、あらちょっと鳥肌立ったというか。そうね、こんなセンセーショナルな活躍されると、次節マジでね、スタートからかどうか分かりませんけれども、もっとより長い時間いや見れるんじゃねえかなっていう、まあスタメンでもベンチでも結局怖えなっていう。そうだね、いやこれきついよ、対戦相手トリッピアだったけど、彼も若くないですか。確かに確かに、これ相手にするんだね、結構タフだと思いますよ。さあですね、試合鍵にしたのはニック・ポップ。ニック・ポップいなかったら間違いなくブライトン勝ってたね。まあね、初犯分からんけども失点をしてただろうね。そうだねっていうレベルでございます。評価点 8.2、 素晴らしい素晴らしい素晴らしいわけでございます。やっぱポップすげえなっていうね。まあどっちも面白いですね、ここからね。ここは面白いね。ということでですね、最後ですね、チェルシー対トッテナム2対2でございます。
避けようと思っても避けられないでしょう。テイラー問題。もう触れないのもね。そうなんですよ。触れたくはない。触れたくないんですよ、うん、僕らは、うん。ただ、この試合テイラー抜きには語れないでしょっていうのでね、まあいろいろ物議を醸します、はい。こういうビッグマッチでさ、主審を最初に触れなきゃいけないのは悲しいって。ちょっと今後的にね、まだ未定ではありますけれども、うん、ちょっと審判とビッグシックスの関係性。はい。まあ、チェルシーはだいぶね、テイラーを、まあ、相性悪いって。相性悪いってありますけれども、ちょっとやりたいなっていうふうに思ってますけれども、うん、まあ、多くは言いませんけれども、はい、やはりここは触れざるを得ないでしょうと。テイラー問題。うん、もう、主審が目立つのはやめてください。ということでですね、まあ、試合なんですけれども、はい、マジでチェルシーは完璧でした。いや、強かった。マジクソ強かったっす。特に前半なんてやばくて、ゴールポジション 68%、うん、シュート8本に対して2、オンターゲーム、もう本当に完璧で、うん、このね、まあ、どっちが攻めてる、上がね、チェルシーで下がトッテナムなんですけれども、久々に登場バラン。まあ、そうですね、もうこれはバランですよ。間違いなくチェルシーペースでございました。うん、基本的にボール持って、相手がボール持ったら素早いプレスで即潰し、うん、かつですね、ほんと五分五分のボールも球際の強さで全部チェルシーボール。ほんと攻守ともにね、すべて封殺してました。中でもやはり叩き合いの。カイヌ・クリバリ、いいや、この試合で先制点あげましたけれども、まさかのスーパーボレーヘッドとかだったらあるかなと思ったんですけど、うん、右足で叩き込んできましたから、ボレーでね、かつ、うん、何の力みもない、何の力みもない、結構緊張しちゃいそうですけど、そうそうそう、リーだったから、そうそう、うん、マジで、あのね、リーただなり、本当それちょっと本当によぎったもんね、思い出しましたね、タックル5回クリアランス1、インターセプション1、中央線7分の5の確率3分の2、うん、かつパス成功率も 91%、はい、かつロングボールも8分の6、これで1ゴールしますから、散々怪物だとセリエで言われてましたけれども、プレミアでもしっかり怪物でしたね。いや、そういうことかと。そうですね。わかりました。ほんと出足の良さ、はい、スライディングとか、うん、そういうタックルの、なんていうの、ド派手さ、そう伸び、うん、これすげえな。まあ、前半はクリバリだったら、後半はリース・ジェームズなんじゃないでしょうかと。はい、70分くらいまではセンターバックとして出場しました。総、うん、フミン対応としてね。うん、3CB の右として出場しましたけれども、こう完封、うん、もうほんと全くやらせない、いや、素晴らしかったです、素晴らしかったです、はい、ウィングバックチークとともに右サイドを圧殺して、はい、途中アスピが入ってからはウィングバックに変更したわけなんですけれども、そしたら次はサイドジューリンと、いややっぱここのポジションか、いや、二刀流すぎるクロスもあのハバーツへのクロスへ、あれは決まったと思った、あれは決まったと思ったけど、 あの精度、うん、あれおかしいね、対する取ってもですね、うん、苦しかったわけですけれども、土壇場で追いついてなんとか取ろうと、ケインはですね、この試合でゴールを挙げたわけなんですけれども、うん、見事今季初ゴール、はい、そしてですね、これによりですね、ケインはですね、取ってたので、で184ゴール目を達成しまして、単独クラブで、うん、184ゴールというのはですね、うん、このゴールでアグエロと並びプレミアリーグレコードタイと、はい、あと0点に抑え込まなきゃいけないのか、無理っすあそこのコーナーキックもね、ペリシッチに球蹴りましたね、インプレー中だと、はい、まあちょっとぎこちなさというか、はい、まああったけども、やっぱキックの質、うん、精度、あそこはね、うん、やっぱなんかかつてのちょっとエリクセンを、はいはい、なんか思い起こしましたね、俺は。そうそうそう。結果決めたのはケインでしたけど、ペリシッチとかもね、ちょっともっと見たいなっていうふうに、ね、思わせてくれたんじゃないでしょうか。はい。あとはですね、最後なんですけど、今シーズンの初退場。はい。シーズン通してです、うん。まさかの監督。これがね。そうなんですよ、最後ですね。トゥエルとコンテ握手したかと思いきや、そっからもみくちゃのタイラント。どっちが引っ張ったんだろうね、あれ。っていうぐらいで、ガチガチになってて、二、うん、人とも揃って退場ということで、うん、施設は両監督ともにいないです。なんだか。プレミアでも結構珍しいですね、珍しいですけれども、うん、まさかの退場は簡単ということで、はい、まあいろいろあれにあれましたが、結果的には2対2のドローゲームでございました、はい、他にもですね、さらっと触れていきます、ジェラード VS ランパード、はい、ビラ VS エバートはですね、ジェラード・ビラが勝利といったところでですね、うん、イングスのゴール、そしてプエンディアのゴール、ともにパーフェクトです、あれはあったー、そうか、うまかったわそうそうそう、うん、パーフェクトでございました、あとですね、ノッティンガム・フォレスト、ウェストハムに1対1の勝利と、もうネコ・ウィリアムズ大躍動、そしてディーン・ヘンダース大躍動、うん、ここまででちょっとね、ハイライトでいいので、ぜひチェックしていただきたらいいんじゃないでしょうかといったところで、はい、ちょっと時間があったんで、なくなったんで、最後、さらっと、はい、伊藤ズベストゴール、お願いします、トニーからのエンブルモー、はい、あそこはもうチームプレーで、あら、素晴らしかったです、ジュースじゃないですか、ジュースも迷ったよ、デブライネも迷ったよ、クリバリも迷ったよ、あー、そっかいいところいっぱいあった、うん、あそこは素晴らしかった、素晴らしかったということで、第1節ざっくりまとめでございました、よ、はい、ければチャンネル登録がよろしくお願いします、各種 SNS ゲームチャンネルがよろしくお願いします、それでは次回の動画でしましょう、バイ。